では今回は、鉄の、スピンを入れた計算をしていきたいと思います。まず、鉄の、結晶構造のデータを手に入れます。よく使うのは私の場合はニームスの、物性材料データベース、こちらのものになります。こちらから、無機材料データベースアトムワークスでログインしてケミカルシステムに鉄を入れてサーチ。で、鉄が一番出なのは BCC 構造ですから、こちらの3番のものをチェックします。そしてストラクチャーのボタンを押して、で、こちらに SIF、のデータをダウンロードすることができますので、こちらのボタンを押します。そして、ここにチェックを入れてダウンロード、そしてセーブ。ここに鉄のシフファイルがあります。これ分かりにくいので、名前を変えて鉄 BCC としておきましょうか。鉄アンダーバー BCC という名前にしておきます。で、まず、次に Win 通信の画面で、まず鉄のディレクトリを作ります。クリエイトチェンジセレクトディレクトリクリックスタートセッション。これでこちらのアドレスの部分にディレクトリが作られています。それでは見てみましょう。ホームフォルダー、バスプ、そして win2k というフォルダー、ファイルディレクトリに鉄というのが、鉄というのがあります。で、こちらを開いて、で、この中に SIF ファイル、先ほどダウンロードした SIF ファイルをコピー&ペーストをします。そして、また Win 付けの画面に戻って、こちらはちょっと例のために右側に出しておきますね。で、Win 付けの画面に戻って、エグゼキューションのストラクトチェーンで、この下のところに、チェックするところがあるので、これチェックをして、Use Selected SIF テキストファイルっていうのを押します。そうすると SIF ファイルから、Win 付けに必要な入力ファイルが自動的に生成されます。そして、Save Structure で Set Automatically で、こちらを Hold Scheme で Do It、 そして、Save Structure で今度は Save File and Clean Up ボタンを押します。こうした後に、View Structure で結晶構造が問題ないかどうか、そして原子番号が問題ないかを、これは違いますね、ディスプレイのアトミックスでチェックします。ちゃんと BCC で、しかもちゃんと鉄が配置されているのが確認できましたので、 Exit ボタンを押します。次に入力ファイルを作ります。順番にここも上から押していきます。で、これは通常、ユージュアリと書いてあるので、例外もあるけれども、いつもはノーということですね。で、この後に、順番にこのようにして、セットしていきます。で、Kポイントは1000点でいいですね。おおむねこのボタンを押していくことで、必要な入力ファイルが自動的に設定されていきます。そしてここで、スピンポラライズのスピンを入れて計算しますかって出てきますので、 Yes のボタンを押します。そして色のついた部分を順番に押していって、そしてここでは、アンチフェロマグネティックの計算をするかですが、しない場合は NO でいいです。失礼します。で、Continue with SCFで、スタート SCF サイクルのボタンを押すと計算が始まります。では、経過を見ていきましょう。Utils で、省令ファイル。そして、リロードイン。リバースオーダーのボタンを押していきます。まだまだ計算が続いてますね。
で、このストップが出たら終了です。でこのエナジーコンバージェンスって書いてあるのはエネルギーの収束値でだいたいいい値になっているのも確認できます。これが終わったら次は度数を表示してみましょう。タスクスに入って度数、そして上から順番にまずはスピンアップからやっていきましょう。ここを飛ばして、今回はトータルだけなので、ね、このままいきます。そしてディスプレイでプロットするとまずスピンアップができます。じゃあ次はスピンダウンも同様にしてやっていきます。もうここの部分はスピンアップとダウン共通ですので、そのままでいいです。で次にこちらに行きます。でこちらでダウンができます。でアップとダウンを両方表示したい場合にはまずスピンアップに戻っていただいて、ドスプロット、そして、ここのボタンをチェックを入れると同時に表示がすることができます。このようになります。重ねて、見たい場合にはこちらのチェックボックスを外してもう一回プロットするとこのように重ねて見ることができます。以上で、今回はこれで、終了です。